ある方が120キロちょっと超えるぐらいの体、対する貴ノ山は今場所場所前の計量では91キロですからね。さあ激しい動きが期待される両者の対戦が時間いっぱいになりました。十両最初の取組です。右から突き落としました。相手のカイナをかみって体勢を崩しました。まあ、これは清見方さん、貴ノ山の一つの得意手ですよね。そうですね、ちょっと北播磨としてはちょっと焦って出ちゃったのかなと、はい、土俵際やっぱり